この試合が20位ですか。フアンマとバーナベコンセプションの一戦であります。まあ浜田さん、やっぱりフアンマとしたらこういう倒しっぷりですよね。倒しっぷりダウン取られましたからねまあハラハラする試合もするようになりましたね。その辺でようやくもっと人気が出てきているところです。追いかけていって倒します。続いてはここで、アミールカーンが出てきます。相手はポール・マリナッジ。このクセモノマリナッジをジョーさん、カーン退けましたからね。そうですね、まあ、カーンっていうのはね、本当スピードスター中のスピードスターですね。スピードでね、相手の、ね、いいところも全部削ぎ落としてしまう、そのスピードスターのボクシングです。はい、さあ出てきましたフェルナンド・モンティエル。相手はラファエル・コンセプションです。いやー、改めて浜さん、実力持ってんだなっていう、ね、人ですね。この人は、モンティエルは、この選手は白バラに強いですよ。これが WBC 王座初防衛、 WBO 王座2度目の防衛という、そういう試合でありました。まさに強い。そしてこれがウィルフレド・バスケス対マルビン・ソンソラ、バスケスジュニアですね。 WBO のスーパーバンタム級決定戦ですよね、はい、この試合で親子世界チャンピオンになるわけですね。そうですね、無敗同士の対決だったんですけどね。まあ、勝ち方としては非常にいい勝ち方をして親子チャンピオンとなりました。天才ホルヘ・リナレス、ここで登場です。相手はロッキー・フアレス。これ見事な左アッパー、ダウン、これですね。この倒れないフアレスが取ったの価値ありますよね。芸術的なダウンですよね。まあ、本当に今年このホルヘ・リナレスは調子のいい、たっぷりとした助走が取れるシーズンでありました。さあ、冒頭に私言いました、ジュニアが ね、ちょっとジョーさん、親子世界チャンピオン教えてください。まあ、兄弟チャンピオン数結構いるんですけど ね、親子チャンピオンというのはね、パターソン親子、あるいはですね、エスパダス親子、数少ないんですよ ね、貴重ですよね、やっぱりね。で、浜田さんにはリナレスですね、やっぱね、3連勝ですよね。まあ、そうですね、来年は3階級制覇、まあ、もしくは本人はもう一回スーパーフェザー級取り戻したいということも言ってるんですね。いろんな意味で体重と相談しながら、まあ、上手もきつくなったことも事実なんで、そういう体重とその時に相談しながらやっていきたいと思います。さあ、どっち行くんでしょうか。来年の楽しみの一つでもね、あります。